仙台一ノ関線、仙台一ノ関線、仙台一ノ関線は、宮城県仙台市と岩手県一ノ関市を結ぶ高速バスである。過去に、東日本急行と JR バス東北が仙台駅一ノ関駅、中村時間で運行していた路線がルーツ。1985年1月に泉インターチェンジ、月立インターチェンジ間が東北自動車道経由になり、 月立町、中村島は一般通り用で、東日本急行は主要停留所の未停車 JR バス東北は一の関駅発着で、月立町以北は確定であった。1999年3月末に、JR バス東北が古川本線の月立町一の関駅を廃止し、撤退。4月より後を引き継ぎ単独運行することになった東日本急行は、 沢部系統と一ノ関系統に分離させ、一ノ関系統は仙台宮城 IC 一ノ関インターチェンジを高速利用し速達性を向上させた。その際、一ノ関側の乗務員休憩所として親会社である岩手急行バスの車庫を借りることで、一ノ関初朝の便も運行できるようにした。 以降利用者は増え何度も増便を重ねたが、JR 側は増便分の一ノ関駅ロータリーへの乗り入れを認めなかったため、一部便を除いて大半が一ノ関駅口発着となった。2003年11月、親会社の岩手急行バスが東日本急行から中古車両を購入し、東日本急行と岩手急行バスの共同運行となる。また2005年5月より、 全便の一ノ関駅ロータリー乗り入れが実現し、利便性が向上した。岩手急行バス参入後も東日本急行の一ノ関大白運用が存在していたが、実際は岩手急行バスに当該運用の運転業務を委託していた。その後当該運用が岩手急行バスに移管され、朝の一ノ関始発便はすべて岩手急行バスの 担当となったため東日本急行の一の席、大白運用は消滅した。ちなみに、東北道場などで JR バスと岩手急行バスがすれ違う際、両者の共同運行路線がないにもかかわらず挙手をしており、JR バスが運行していた頃の名残を感じることができる。2013年度より4から11月まで期間限定で一部便が中村寺まで延長されている。 仙台駅前、広瀬通一番町伊尾道の関前から、合同庁舎前から、一の関駅前、平泉駅前中村寺。ありがとうございます。